世界で一番短い聖書の話の時となりました。私は3度死にそうになったことがあります。すべて神によって助けられました。主は生きて働いておられます。冬のことでした。私たちは霊の戦いに北海道に行ったんですね。そしてその北海道での霊の戦いが終わり、そして帰っていました。旭川に向かっていたわけです。そしてですね、高速に入る前に聖霊様に私は言われました。事故が起こる。それでですね、私は事故が起こると思ったので祈り始めたんですね。事故が起こらないように。しかし事故がどうしても起こるものだったら誰も怪我をしないように、こう祈りました。まあ、そういうふうに示される時は起こらないように祈るんですが、必ず起こります。で、私は起こっても怪我がないようにとこう祈ったんですね。そしてですね、旭川に向かっている時に夜でした。高速道路だったんですが、信じられないことが起こりました。何が起こったのかっていうと、目の前に20メートルぐらいのところに200キロの鹿が見えたのです。もう回避できません。運転する内田牧師は運転のうまい方です。回避せずにまっすぐ突っ込んだように見えました。それでそのまま鹿とぶつかったのです。それで鹿はですね、我々の上を飛んで、そしてですね、次の車の上を飛んで、次の車の上を飛んで、そして落ちました。誰も怪我、事故がなかったのですね。ちょうど私の前のところはですね、鹿で大破してました。その車はですね、廃車になったんですね。そしてですね、警察が来た時、警察の方が言ったんですね。何と言ったのかって、鹿は普通フロントを破って入ってくると、飛ぶとなんて考えられないと。もしフロントを破って入ってきたらどうなったでしょう。私は即死です。しかし鹿は飛んだのです。まあ、我々は3段で並んで走ってましたから非常に危ないところでしたが、2台目3台目の頭を飛び越して、そして誰も怪我なく事故なく助かったのですね。この時祈っていました。祈りが大きな助けでした。どうもありがとうございました。